皆さん今日は何県で見てくれてますか。さあ来た来た、東京、愛知、長野、福島、和歌山、福島、東京、埼玉、大阪、三重、大阪、千葉、熊本、佐賀、福岡、シンガポール、そして東京、大阪、群馬、そして宮崎、埼玉、福岡、神奈川、京都、山口、シンガポール、いっぱい、お、カリフォルニアもあるね。ブラジル、真裏ですか。ねえ、広島、福岡、北海道、東京、茨城、千葉、名古屋。ああ、いろんなね、場所から見てくれてありがとうございます。さあ、夜ご飯、みんなちゃんと食べましたか。ねえ、夜ご飯食べましたね。もう11時過ぎてますからね。でちなみに僕はあのホットモットのガパオライスをねいただきましたよ。ありがとうございます。はい、ということでね、まあいかもそういうのは今日はね、せっかくゲストがね、さっきからもう俺が無言の時から横にもう座ってくれてますから、早速今夜のゲスト紹介したいと思います。リードのお二人です。よろしくお願いします。谷内慎也さんと滝本明さん、よろしくお願いします。いや、このままエンディングいっちゃわないかとドキドキしました。大丈夫でした。いや、ずるいっすね。どうしようこの、 あの番組始まる前にスタッフさんがカウントを間違えるっていうところからじわじわ来てたんですよ。来てたすぐに10、9、8、6いってましたから7飛んじゃったよ。そっからもうじわじわ来てたんですよ。なかなかそういう考え方しないからね。で、あの無音でこの革グローブのキュッキュッって音が微妙にするんですよ。すごいしましたね。微妙に、はい、ねえ、いやずるいです。いや嬉しいですけど ね。でも今日ね、あの古谷さんがちょっとね、はい、体調不良で。そうなんですよ、ね、残念ながら。残念ながら、はい、またでもね3人で、はい、ですね、ぜひぜひ来てください。はい、はい、ということで、じゃあお二人はなんて呼ばれてるんですか。普段まあ深夜アキラとか、まあ普通に呼ばれること多いんですけど、まあファンの方からはまあしんちゃん、あっくん。ああ、しんちゃん、あっくん、はい、いいね。ぜひ今日はそれで。じゃあいいじゃん。いいですよ。急に距離近づけていい。はい、はい、ぜひしんちゃん、あっくんで、はい、お願いします。お願いします。ねえ、ということでね、はい、なんとね、ニューアルバム、はい、ザ・ショーケース6月8日にリリース、はい、なんとオリコンウィークリーチャートで初登場第2位。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいっすね。嬉しいっすね。だってデビュー以来リリースしたシングル、アルバム含めリードで史上最高位。そうなんですよ。まあデビューして15年経つんですけど、来年で。おお、まあ、そこで初めてこの結果をね取ることができて本当に嬉しいなって思いますね。はい、15年ですか。もうそうなんですよ。もうベテランっすね。そうなってたいんですけど、全然なんていうんですかね、会う人会う人からフレッシュだねって言われるから。確かにね、はい、フレッシュだねって言われる。フレッシュ感をでも15年間、はい、保ち続けるってすごいことですからね。そうですね。もうどこのメーカーの冷蔵庫探しても見つからないと思いますよ。そんなにフレッシュさをキープするのって。冷蔵庫、あ、冷蔵庫鮮度、あ、なるほどね、はい、あのあっくん、いろいろあの今日であっくんのこと知っていきたいと思います。多分ちょいちょいこういうの出てくると思う。全然全然、はい、なるほどね、はい、いやでもね、あのリード曲のズームアップね、はい、あれがね若干ちょっと俺シンパシー感じたんですよ。はい、ちょっと PV 見させてもらって。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとあのズーム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 アップってとこが、はい、ちょっとあれウィッシュしてない、あれ。そう、あれウィッシュしてない。そうなんです、ウィッシュしちゃってるんですよね。ねえ、はい、あれウィッシュしてる。はい、あれウィッシュしちゃってる。ウィッシュしてるんですよ。あ、もうウィッシュなのあれ。よく見たらスローで
もうこの間に、うん、ウィッシュあこうこうそうちょっと早くて見えないんですけど、ウィッシュ経由ね、ウィッシュ経由ウィッシュ挟んでるんですよあれ早くて見えないんですけど、ちょっとじゃあコマ送りで見てみたいね、はい、そういう楽しみ方もそうなんですね、すごいっすね。でもアルバムね、俺実は今日ほらさっきね、はい、いただいたじゃないですか、はい、今日ゲストに来てくれるってことで、大吾ね、あの iTunes で、はい、ダウンロードしたんですよ。 ありがとうございます、ありがとうございます、ガチで嬉しいです、大吾ねダウンロードしてて、そう全曲16曲、そうですね、ダウンロード版だと16曲になってます。そうそう、はい、ほらそう本当でしょ、はい、本当ですかでもすごいシングル曲がめちゃくちゃ入ってて、そうですね、4年分の入ってるんで、ね、はい、すごいっすよね、すごいボリュームなんです、ね、僕があの一番ねすごくこう嬉しかったのは、はい、僕ブレイカーズってバンドやってるんですけど、はい、思い出ブレイカーズって曲がね、はいはい、あって、はい、あれ、はい、思い出ブレイカーです、ね、あ、ブレイカーか、ちょっと似てたんですよ、あ、思い出ブレイカーでしたね、勝手に出しちゃってた俺、はい、先入観で食べてる、俺バンドブレイカーズってバンドやってるから嬉しいと思って、はい、思い出ブレイカーズになるとだいぶあの歌の意味が変わってくるんですよ、そうそうか、はい、一途な恋心なんで、そうだよね、つけるとすごいチャラい曲になっちゃうんで、そうだ、はい、複数形になっちゃうんでそうだね、はい、そういうことか、はい、なるほどね、いや俺バンド名入れてくれたんだと思ってねえ今日初共演なのにそこにもシンパシーがね、でも本当にめちゃくちゃあれですよね、あの幅広い音楽性というか、そうです ねジャンルもすごく幅広くて、今回特に曲数が多いだけあって、うん、すごい振り幅も出せましたね、ね、そうですよね、はい、でもすごくやっぱその15年ですか、はい、の厚み感じるアルバムですよね、あ、嬉しいです、いや本当に、今回4年ぶりで、その4年の間に1人卒業したんですよ、そうですよね、メンバー3人になったので、そうですよね、だからすごいあのかける思いは今まで以上に強かったですね、僕もだからその2002年デビュー、はい、なんですよね、はい、それで僕はあの2003年でデビューなんですよ、はい、ある意味、はい、もうメジャー歴でいうと先輩なんですよ、いや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 、本当に、ね、そんなこと感じなかったです、いや本当そうなんですよ、だからすごいなと、で僕のイメージも最初はやっぱ4人だったイメージあって、でも1人ね、その卒業されて3人でやって、しかもそのグループ史上最高位、はいはい、更新っていうのはすごいっすよね、いや本当にもうその CD を手に取ってくれた皆さん、ファンのみんなに感謝の思いでいっぱいだなって思います、そうですね、応援してくれる皆さんと、はい、でもなんかアルバム聴いてて、なんかその3人の、まあ、すいません俺あのミュージシャンだから知ってます、知ってる、はい、知ってます本当、はい、最近やっぱほらバラエティーもうここ8年9年突っ走ってきてて、はいはい、もうミュージシャンってこと自分で口で言っていこうと思って大事に提示していくのは、そう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 、やっぱねアルバム聴いててなんかこうすごく3人のですね、はい、リードにかける思いみたいなものがすごいなんか伝わってくるアルバムだなと思って、嬉しいです、ね、エネルギーというか、はい、あとそのリード愛というか、はい、そこはすごい感じましたね、やっぱりそのレコーディングもそうですし、曲選びでアレンジ全てにおいてその自分たちの何ですかね、思い描いているリード像、うん、で俺たちが表現したいっていう音楽の表現をもう一個一個一曲入魂で、まあ、作っていったので、はい、もう一曲一曲大切に作っていった、そうですね、アルバムということでね、でもどうですか本当に15年って長かったですか、長いようで早いような、まあでもすごいあの経験とか、まあ、一つ一つ振り返るとすごい長いこといろんなことをやらせてもらったなっていうか、気はしますよね、まあ、音楽のその出会いもそうですし、その今つながってる人たちもそうですし、本当もうなんか全てがこう積み重なって今につながってるなっていうか、はい、だってちょうどデビューの時っておいくつだったんですか、そもそも中学生ですね、中3中2でしたね、マジで、はい、14と15ぐらいってこと、そうです、
でも人生の半分をリードとして、ね、うわかっこいいねそれ、はい、やらせてもらってる感じで、かっこいいっすね人生の半分リードってそうですか、超かっこいいでしょ。あでも大吾さんは、俺ブレイカーズだから来年で10年なんですよ。で30歳ぐらいが始めてるから、はい、あでもインディーズの頃とかも、まあ音楽はやってたけど、はい、でも人生半分ブレイカーズって言ったら俺60の時だから人生半分自分たちのグループで費やしてるって、はい、それかっこいいっすよね。まあ、そうですね、まあ、変わらずこうやってやれてこれてるのはそのまあ周りにいるスタッフさんだったりとか、うん、まあ、メンバーねそれぞれのチームワークもそうですし、はい、まあ、何よりもやっぱり応援してくれてる人がいるからこそまあこう今があるのかなって、はい、それははっきり思います。すごいっすよね。これさっきね書き込みでちょっと見えたんですけど、はいはい、リーダーズっていうのはファンの皆さんのこと、はい、そうです、そうです、私そう呼んでリーダーズって呼んでます、はい、いいね。あ人生の半分リーダーズですって方もいますね。嬉しい、嬉しい、青春がリード、はい、大吾さんのファンの方は何て言うんですか。いや俺だからブレイカーズのファンの人って何て言うんだろうな、まあチームブレイカーズとか、はい、全然略せてないんですか割とそすげえ長いんだけどそのままでそのねえ、はい、いいっすね、うん、そうかそうか、中2中3からってでその時からデビュー当時からあの応援してくれてる人とかは本当にもう子供結婚して子供できたりとかしてで子供できて旦那さんと来てくださったりとか、すごいそういう方が多いですね、ここ何年かで。結婚する方がじゃあ人生も、はい、その人たちもいろいろもう、はい、いろんなステップ踏んで、踏んでなるほど、ね、一緒に年を食ってきた感じですね。なるほど、はい、すごい。でもリードはもういろんなこう、はい、ダンスのステップ踏んで、あおこの15年やってきて、はい、でウィッシュにたどり着いたわけです。ウィッシュねえ、はい、多分してないと思うよね俺見たけど多分してないと思うんですよねまあでも本当にそんなね、はい、今日はリードさんと、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。でこのね、はい、番組あの合言葉を決めてるんですよ、はい、合言葉っていうのはなんかこう面白かったとか楽しかったとか、はい、なんかこう衝撃だったとかそういう時に、はい、こう言葉をね入れてほしいんですけど、何にします、合言葉。そうですね、TSC TSC はい、TSC、はい、え、なんすか。僕たちのニューアルバム THE SHOWCASE。 あーあーいいじゃん、はい、いいね、 TSC、はい、TSC ですね。いいいいいい、はい、どう打ちやすいんじゃないの TSC、はい、ほらお、あ、いいじゃん。 TBC ではないですね。 TBC とか変わってくるからね、はい、うん、まあ、たまに、まあ、1個ぐらいあってもいいけどねTSC ね、はい、いいじゃないですか。いいですか。いいいい、 TSC しましょう、はい、じゃあ何かあったらね、はい、いい、そうしますよ、はい、お願いします。 TSC でね、はいはい、楽しい面白いと感じたら皆さん TSC、はい、コメントお願いします。さあそれじゃあまずはこちらのコーナーからいってみましょう。はい、はい、ダイゴとリードの1ヶ月。さあそれぞれのこの1ヶ月の写真を見ながら振り返っていくとコーナーなんですけれども、はいはい、お二人は、はい、お二人で1枚ですか、それとも一人一人持ってきました。しんちゃんもあっくんも、はい、持ってきました、持ってきましたよ。あるのね、はい、あります。しんちゃんフォトとあっくんフォトあるね、はい、あります、ありがとうございます。しっかり用意してます、はい、ありがたいです。じゃあ最初の1枚目はどなたの写真でしょうか。こちらです、はい、あまさか俺からだったわここまで煽っといてねえ、さあということでこれはですね、はい、あの僕がですね、先日ねモニタリングという番組で沖縄に行ったんですよ、はい、ロケで、はい、でそれ沖縄行ってその朝行って夜帰るって、まあ、いわゆる日帰りで行った時に、あの美味しいかき氷に巡り会えて、はい、それでこう撮った写真なんですけど。何のかき氷なんですか。なんかね、いろいろパインとかマンゴーとか、はい、パッションフルーツとか、
いろいろもう乗っかってて、はい、1000円のかき氷だったんですけど、わ高級ですね、でインスタにあげようかなと思ったんですけど、ちょっとね髪の毛がね、はい、ちょっと前髪がちょっとこう乱れてるから今ちょっと保留してますね。でも出ちゃってますね。今日出ちゃったけど、そういう写真がねえ、どうですか沖縄とかってどうですか。沖縄去年一昨年、うん、あのフェスで行かしてもらったんですけど、はいはいはい、食べたいですねこのかき氷。あ、ぜひあのアメリカンビレッジっていう、はい、あるんで、はい、そこにねありますからかき氷屋さん。よかったら皆さんもね、はい、沖縄行った時にはね、はい、ぜひ。さあ続いてじゃあね、はい、誰の写真なんでしょうか。でしょう、こちらです。おお、はい、お誰これ。しんちゃんです。あっくん、これ、いやこれしんちゃん、しんちゃんです。しんちゃんです。間違いなくしんちゃんですね、はい、これ実家に帰った時の写真なんですけど、おーおー、僕の実家が区画整理で、うん、生まれ育った実家が壊されて新築が建って、で初めて帰ったんですよこの前。あ、そうだろう、はい、初めて行った時の写真なんですけど。すごい区画整理とかすごい細かいことまで教えてくれる、はい、区画整理で。なるほど、はい、バッサリ行かれたんで家、はい、じゃあもう新しい家。そうなんですよ、家族のもう超快適な。おお、で初めて帰った。で、はい、ちなみにご実家っていうかそのまあふわっと あれなんですか、その元々地元っていうのは大阪で。あ、なるほど、はい、そうなんです。そっかそっか、その大阪の家なんですけど、後ろにいるのが両親ですね。いや、いい写真じゃないですか、はい、両親が、お父さんと、はい、父親はもうビール飲んで、うん、いい感じに眠そうですねこれね、はい、寝そうっす。いいじゃん、はい、これしんちゃんもなんかおしゃれだねこの写真。うん、あ、本当ですか。お、ちょっとぼやかしたんですけど後ろね、えちょっとパンチが強かった。ちょっとでも、はい、どう、その家族とかもやっぱ応援してくれてるんですか。いや、もうすごい応援してくれて、仲いいんですよ、うん、あ、みんな、はい、みんな仲良くて、いい、うん、まあ、よく東京も来てくれたりとか、東京のライブとかも来たり、あと名古屋のライブまでも来てくれたりとか。マジで。大阪だけじゃなくて、アピに来てくれて。そうなんですよ、いいね。でもそれは来てくれるんで、はい、いや、ちなみにね、さっきの写真の表情、はいはい、すっごい可愛いじゃないですか。あ、本当ですか。ちょっとあの顔ちょっとやってほしいんですけど、一発ちょっと。これ、これちょっと一発。これでも実家でしか出ない顔かもしれないですね、これ。ちょっともう仮で、はい、仮で。仮でちょっとカメラ目線で。ちょっと実家と思います。そうそう、実家と思って。ね、あ、平方さん。おーおーおー、はい。さあ、お願いします。どうぞ。あー。あー。かわいい、かわいい。あ、でもリラックスしてた、はい、もう実家に見えてきました、ね、はい、実家でも普段ウインクしてるんですか。いや、実家そこまで仲良いたまにします。たまやっぱ出ちゃう。出ちゃう。あ、それはね、そうなんですよ、出ちゃいました。嬉しい、はい、ナイスウインク、ありがとうございます。いや、素敵な写真でした。さあ、じゃあ続いてはね、はい、もう一人、たった一人しかもらう写真ないですけれども、ね、はい、じゃあこちらの写真です、どうぞ。うわ、これ、あっくん、これ僕ですね。え、これ何 CG、 これ CG、 リアルです。これ何、ね、これエステ中なんですけど、うん、うちの母親が、うん、まあ、そのフェイシャルができる、まあ、そういう資格を持っていて、はい、で、まあ、新しいそのパックが手に入ったから、うんうん、顔貸せって言われて。顔貸せ、顔貸せ、顔貸せってね、ちょっと違う意味になっちゃうからね。もうフェイシャル業界ではもう顔貸せっていう。なるほどね。へえ。顔を貸したら、うん、こうなったんですよ。なるほど。はい、いいっすね。そうなんです。いい家でしょ。家、家。家でパックじゃないエステ。そう。いや、それいいっすね。そうなんですよ。お母様がそういうお仕事されてる。そうなんですよ。へー、はい、なので、まあ、技術、自分の技術をこう磨きたいっていうことで、うん、まあ、家でよくやってもらうんですけど。なるほど、はい、どうでした、ちなみにこのパックは。あ、すごい良かったですね。ただ、俺なんでサランラップに巻かれてるんだろうなっていう疑問はあったんですけど。そうだよね、はい、
ちょっとね、うん、あの写真も結構ねすごいこう苦しくない、ちょうどここにあの穴を開けてもらってるんで、うんうん、大丈夫だったんですけど、うん、なるほど、うん、いいな、いいじゃないですか。でも家ででもねできるって、家近いんですよ。おうおうおう。で、あのアキラのお母さんが僕の家にあのマッサージに来てくれたりとかもするんですよ。あ、ほんと？しんちゃん、あの体痛かったら言ってねって言って、おで、この前も来てくれたんです。あ、そうなの？そう、すごい、すごいいいお母さんじゃないですか。そうなんですよ、ね、で、まあ、深夜の家にそのおかんが行って、で帰ってくるなり、やったしんちゃんの体触れたって帰ってくるもう下心しかないからね、いいね、うちの子。いいねいいよね自分のさ、同じメンバーのこう、なんかこう体触れたとかって、はい、なんかこういいよね。そうですね。リードのファンなんだね、お母さんもね。リード大好きなんですよ。ああ、すごいいいじゃないですか。ちなみにね、はい、あっくんがパックしたじゃないですか。はい、あの後やっぱ顔ってさ、パックした後ってシャキッとするじゃん。はい、そのシャキッとした顔、ちょっと一回ちょっといい？ちょっと。はい、パック後。じゃあパック後のあっくんのパック後、シャキッとした顔、はい、お願いします。どうぞ。おお決まってるね、決まってる、あ、決まってる、眉毛も動いて、いいね、はい、ナイスシャキ顔、シャキ顔っす、はい、ちょっと俺もなんか、ね、あっくんのお母さんになんかパックやってもらいたくなってきた喜んでやりますよ。いや本当に素敵なお母さんですね。はい、はい、ということで、はい、以上ダイゴとリードの1ヶ月でした。さあ、それではね、ここで1曲お届けしましょう。はい、そのリードのねニューアルバム、はいはい、ザ・ショーケースからですね、この曲を聴いていただきたいんです。じゃあ、はい、曲紹介の方お願いします。お願いします。リード史上最強のダンスナンバーになってます。聴いてください。リードでズームアップ。
集中して見てたんだけど、はいはい、ノーウィッシュでしたね。バレてる。バレてる。ねえ、はい。でもかっこいいよね。そうなんです。ちょっと教えてくださいよ、はい、あれ。まあウィッシュの手で、あのこっからで、はい。でもう一回返して寄せて立てる。寄せ立て。こう。はい。はい、こうこう。ちょっと脇を締める感じですね。はい、右を下げる感じですね。ちょっと待って、レーズもう一回いい、はい、ちょっとズー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 アップアップ。あ、もういいね、はい、いい感じです、いい感じです。ちょっとじゃあそのあのスピードでやってみましょうよ。やってみます、はい、じゃあ行きましょう、せ、3、2、1、はい、ズー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 。あー、惜しいな。惜しい、惜しいっすね、はい、ちょっと、まあ、またリベンジさせてください。また どこかで、どこかリベンジさせてください。さあということで続いてはこちらのコーナーです。はい、癒されたい。さあということで忙しい毎日、はい、ひとときの癒しの時間をね皆さんと共有したいと思います。はい、癒されたいのコーナーなんですけれども、はい、リードのお二人もぜひ癒されてください。ありがとうございます。どうですか最近その疲れとか。まあ、そうですね、夏8月からツアーが始まるので、うん、最近はそのリハーサルだったりとか、うん、で割と体を動かす機会が多くて、ね、肉体疲労がやっぱりね疲れるでしょ。疲れますね。気候も安定しないんで暑かったり寒かったりで、うん、まだそれも疲れますよね。そうなんですよ、はい、その通り、はい、ということでね、はい、そんな中、はい、皆さんからメールで心が癒されるほっこりエピソードを送っていただきました。はい、嬉しい。なのでね、はい、そのほっこりエピソードをですね、はい、紹介しますので、はい、ぜひね癒されてほしいと思います。はい、じゃあ行きますね。ニコニコネームひとみさんからいただきました。ひとみさん、はい、私の癒しは夜空の月や星を見ることです。今の時期なかなか綺麗な夜空は見れませんが、ふと夜空を見上げるとキラキラ輝くお星様や神秘的なお月様が見えるととっても癒されて、今日も一日頑張ったねってご褒美をもらえた気分になります。はあ、癒された。どう、しんちゃんどう？星が見たくなりましたね、やっぱりね。あっくんは星見たいですね。この間ピンクムーンでしたっけ、うん、が出てたんですよね。あれ見ました。あ、本当、はい、結構好き、そういうこう割と見ちゃいますね。見ちゃう、はい、家の、まあ、ベランダから月がいつも昇るのが見えるので。あ、本当、はい、東京でなかなか見えないじゃないですか、うん、星。これよく見ないと。確かにね、数えちゃいますよね。あ、数える、はい、何個かって、オレンジから何個見えるかな。あ、え、どうだったさ、数えて。癒されます。癒されたね。ちょっとじゃあさ、はい、せっかくだから、はい、ちょっと3人で、はい、ちょっと星、はい、一緒に見ない、ちょっと、はい、見ましょうか。エア天体観測みたいな、はい、じゃあちょっと、ちょっといい近寄って、はい、ちょっとじゃあね、梅雨だから見えるかな星。どう？難しいですね。雲ですね。雲が、あ、でも雲の流れ早いね。はい、あ、でもあ、雲の隙間から。ああ、本当だ。本当だ。可愛い。ちょっとでも可愛い星。可愛い。可愛い。
履かないです。ちょっとなちょっと遠いな、ちょっともうちょっと近くで見たいな、ちょっといい？ズーム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 アップ。あーズームアップしたね。ズームアップしたね。星が。ナイスナイスの星だったね。よかったよかった。すごい。ズームアップされちゃいましたね。ズームアップした。すごい。いいね、でも、はあ、エアーでやってもいいね、なんか見えてきましたね、癒された本当にぜひあのエアーでね、やってみてください皆さんね。さあ続いてニコニコネームツッキさんからいただきました。うちの高校の現代文の先生の声に癒されてます。午後の現代文とかマジヤバです。みんな癒されてクラスの半分ぐらい寝てます。これどうなんだと。いいのか悪いのか。いい声すぎてだから、はい、癒し系ボイスすぎて、はい、眠くなるんだろうね。眠くなっちゃう。しかもご飯食べた後の午後の授業とかね。いやーでも5次元目来てほしくないなその先生。ねえ、はい、ちょっとね、はい、どうすか。でもなんかこう癒されるフレーズとかある？なんか癒されるフレーズ、うん、これ言われたら癒されるなとかあります？癒されフレーズですか。何でもいいんだけど、もう声声質でもいいし、おはようとか何でもいいんだけど、はいはい、これって癒されんだよなみたいな、あるフレーズ、しんちゃんある？なんか、あ、今日あの欠席のケイタの、うん、あのフレーズなんですけど、おーおーおー、ちょっと聞きたいね。しんちゃんいる？あの食べてて自分が美味しいと思ったものを共有したがるんですか？あーそれ、いや和むね、うん、あ、しんちゃんいる？あーいいね、このニュアンスがね、ちょっと憎い、絶妙だよね。うわそれいいね、うん、しんちゃんいる？しんちゃんいる？それいいね、メンバーの中の良さも伝わってくるし。だって美味しいもの食べてて、はい、いるって、いるって言うんです。いいよね、うん、共有したがるんです。すごいじゃん、はい、うちのメンバーそういうの全くないな。ないですか？ない。俺がまあ強いてあるなら、はい、その一番下の年下のギタリスト新平ってやつがいるんだけど、はい、そいつに、はい、一緒にご飯食べてる時に、はい、お腹いっぱいになったからあげるって言うんだけど、新平食わないこれみたいな。で結構食いしん坊だから、はい、いいですかって食べてくれるんだけど。いいねそれね、そういうちょっとやってみよう、うん、俺たちいいね、え、アックあります？癒されフレーズ。そうですね、癒されフレーズ、まあやっぱりその寝る時に、うん、こうなんかおやすみって言ってもらって、うん、でまた明日太陽が昇って新しい朝が来るんだよと、うん、明日もまた頑張ろうっていう声。それ多分さ、はい、言う人いないよね。いないです、ね、そのピンポイントフレーズ言う人いないと思うんだけど、いつも思ってることですね。なるほどね、それ言われたいなみたいな、ね、代わりに誰かに言ってほしいです、ねね、はい、そう言われたいってね、はい、これ覚えておいてほしい、ファンの皆さん、はい、ぜひコメントでください。なるほど、いいじゃないですか、はい、面白いね。さあということでね、まだまだありますから。あ、まだまだあります、はい、ニコニコネームたまちんさんから、はい、癒される瞬間、洗濯機を回しながらその前に椅子を置いて漫画を読んでいる時、水の音とか振動に何か癒されます。あーなるほどね、だちょっと海の音とか、はいはい、なんか川のせせらぎとかそういうの癒されるっていう、はいはい、ちょっとまあ近い、はいはい、水のこう洗濯機を結構の高音のガーッシャッシャッシャッ、結構な荒波になってくると思う、最後すすぎの時とかわーっつって。そうだよね、そんな楽しみ方があるんですね洗濯機に。斬新だから、ちょっと、はい、いいよいいよ、あのちょっと似たようなことを僕考えるようにしてるんですけど、おーおー、あの家の前が割とこう大きな道路で車のこう通行量でうるさいんですよ、うんうん、騒音が、うん、でこれどうにかなんかプラスに考えれないかなって思って、うん、よく耳を澄ませてイメージしたんですよ、うん、あこれ波の音だと、うんうんうん、でも通り過ぎるこう車がフォンシャーシャー、おー
どんどん波の音聞こえますよ。あ、本当、はい、もうあっくんって思ったんだけど、はい、今日話してみて思ったんだけど、はい、ポジティブだよねあのポジティブですね、はい、すごいいいなと思った、ね、車の音をね、はい、これは波だと。これは波なんです。なるほど、はい、そしたらもう波に聞こえる。波に聞こえます。それもうちょっとね、はい、もう海沿いに住んでるような。もうそうですね、もうビーチ沿いの路地に住んでるような。湘南などみたいなねいいじゃないですかそれで、ね、なるほど。で確かにそういうこう発想のね、はい、転換大事ですから。そうですね、ぜひ皆さんもね、はい、結構車がね、はい、車通り激しい家に住んでる方は、はい、波の音なんだ。そうなんですよ、あれは波の音だと思い込めばそうなります。ちょっとやってみてほしいですね、はい、ぜひやってほしいと思いますさあそしてですね、あ、来ました、最後のメールですね、これ、はい、おもさんからいただきました。おもさん、私の癒しは抱き枕を抱きしめて寝ることです。一日の疲れが一気に出ていく気がしてとても心地がいいです。へー、抱き枕を抱きしめて寝ること、いいですね。想像すると女性が抱き枕を抱きながら寝てる、ね、キュンポイントですね。キュンポイント、はい、いい抱き枕。どんな抱き枕か気になりますね。ねえ、え、抱き枕とかってグッズで出したことある？あ、ないです。ある？ないか、ないですね。ないか。あ、じゃあもしね出せばリードの抱き枕で。あ、買ってくれますかね。いや買うでしょこの人はこのモモさんですか？モモさん買うでしょ。モモさん、ほらみんな買う、絶対買うって。本当に？そう。いいんじゃないの？リード抱き枕？もしかしたらまあね、アーティスト性とかいろいろあるから、はい、ね、分かんないけど、はい、ね、ちょっとね検討してもらって。そうですね、はい。ちょっとグッズ担当と相談してみます。ね、そうですね、ちょっと。いいよ。俺出したことあるよね、確か。あ、そうですか。あるよ俺。え、抱き枕。どういうデザインのあれなんですか？抱き枕。なんかね普通に全身。あ、全身ですか。うん、全身の。そう、はい、でもなんか服は着てたね。服は着てた。そこは着ててほしい。はい、いろいろ目的変わっちゃうんです。そうなんですよ。もしよかったらねぜひ、はい、ね、でもどう、その寝る時って、はい、確かに幸せじゃないですか、はい、こうなんかこだわりとかある？寝具にこだわってるとか、寝る前にこうしてから寝るとか。あ、僕、うん、寝る前は必ずストレッチをするようにしてます。ああ、マジで？はい、あのする日と、まあ、できなかった日があるんですけど、うん、あのやっぱ違うんですよね、目覚めが、うんうんうん、こうなんかスコッてこう這い上がれるんじゃない、あの起き上がれるんですよ、うんうんうん、ベッドから。だからあのストレッチした方が次の日にこう疲れが残らないんだなと。あ、いや実はあっくんね、奇遇。マジですか？お、俺も。お、ここ1週間寝る前ストレッチして。ここ1週間めっちゃキンキン本当に、はい、でも本当にストレッチっていいよね。いいですね、体、うん、え、やっぱお二人とも体柔らかい？柔らかい方ですね、僕は。本当？ちょっとさ、あのこれ、あ、このこれやってみてよ、あの、やってみます。立位体前屈っていうの。はい、もうベーシックなやつですね。ちょっとじゃあ、はい、じゃあここで、まずあっくんから、はい、お願いします。ちょっと今日パンツタイトなんで、うん、あれです。うわー、すげー、手のひら。え、だってこれ靴履いてるからね。あ、そっか、ちょっと高くそう、靴履いてるし、はい、履いちゃうんですよ。タイトな、はい、おタイトなジーンズにねじ込んでるからボアさん、そうだ、バレッジなんて、ごめん、そうだ、歌詞だった、すいません、はい、すごいね、柔らかいよね、ね、割と、はい、もう夜やってるんで、これぐらいは。え、じゃあちょっと、しんちゃんはちょっとね、そうですね、ここでいいですか？いいですか？ちょっと、ちょっと、そうだね、ちょっと、対前屈ポジションに行ってもらって対前屈ポジション、さあ、お願いします。いやいやいや、膝曲がってるから、膝曲がって、あ、あ、でも、あ、つるつるつる、すごいじゃん本当につる、ギリギリっす。マ
ジで超ギリっすね。いやでも手のひらついてる、すごい。いやでも結構硬いです。多分リードで一番硬いんですよ。そうです、ほんとこれで、はい、そうなんですよ。え、大吾さん、ちょっといい、やってみて。1週間の成果を。最近マジで10年やってるから。はい、いきますよ。いきますね。はい、いきます、ゴー。はい、これ本気ですか？ちょっと揺らしてごまかしてません？揺らしても、いや本当に俺でも、はい、もっと硬かったんですよ。マジで前こんぐらいだったの。これはこれは本当に何もできないじゃん。いやだから本当にこれでも柔らかくなったんですよ。1週間で、1週間、柔軟1週間の成果すごいですね。いや本当に、まあ、前は知らないと思うけど、はい、でも本当なんですよ。へえ。でなんかね、ジムのトレーナーの先生にね、はい、年取ると失うものが2つある、はい、言われて、はい、JJ だって言われたんですよ。 JJ、うん、何ですか、JJ、っていうのは持久力柔軟性。おー、 JJJJ、 はい、覚えやすいでしょ。覚えやすいですね。なんかファッション雑誌感がありますファッション感あるし、ファッション感ありますね。そうらしいっすよ、うん、だからすごいいいっすね。ちょっとでも今のうちからケアしないと、ね、いや絶対大丈夫です、ね、JJ。 いやすっげえ気持ちいい、立位体前屈見れてすげえ癒された俺。可能ですか、これ、よかった、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、はい、ということで以上、癒されたいでした。ダイハツパパ会大丈夫かな。ママいなくても余裕っすね。ママベビーカーも楽々、育ち盛りの家族へ。なんとえ、もう帰ってくるの。いやね、それでジムの話なんだけど続きが、はい、ちょっとね、はい、俺がそのすげえ痛いとこがあって、はい、でも痛くない人いるっていうのよ、はい、ちょっとさ、あっくんのちょっと触っていい、ちょっと足、はい、ちょっといい、いいっすよ、ちょっとじゃあいい、触って、はい、すっごい痛かったの俺は、いい、はい、いいっすよ、いきますね、はい、ちょっといい、触って、はい、もう触ってますいい、はい、触っていい、触ってますごめんごめん、はい、ごめんごめん、触っちゃうの、ごめんごめん、はい、いきますよ、はい、ここ痛い？めっちゃ気持ちいいです。ええー。あ、めっちゃ気持ちいいです。あ、ちょっと痛気持ちいい感じ。あ、でも俺多分大丈夫。柔らかいんだ。はい。俺激痛走ったのよ。マジですか？ここ気持ちいいですね。激痛走ったの。はい。足首のやや上の場所を。ここはこれは？これも気持ちいいですね。これ。はい。あ、ちょっとコリッコリッてしてますね。そう。でもこれ気持ちいいです。ほぐされてる感じ。すげえ。やっぱ。そうなんです。いるんだ、はい、俺ここ痛くない人いないと思ってたの。ジムの先生が本当と思って、はい、俺になんかやらせようとしてるだけじゃないかと思ったのえ、ちょっといい、ちょっと、はい、ちょっとじゃあちょっとしんちゃんもいい、はい、ちょっといやもう触ってます、お尻も。ごめんごめん、間違えた、ごめんごめん、ケツってやつ、ごめん間違えた、いい、はい、こここれ、お、気持ちいいっす、うわ、気持ちいいっす、さすがだわ、はい、やっぱ気持ちいい、日々運動してたり、はい、されます、うわすごい、はい、じゃあちょっと、え、ちょっとちょっとやってみて、はい、ちょっと俺も気のせいだったのかな、ね、結構がっしりしてるんですね、もうちょっと、ちょっと、そうそうそう、ちょっとあのちょっとあれしんちゃんちょっと触り方がちょっと、あ、痛い痛い痛い、痛いですか、痛い全然強くないですよこれ、マジ、はい、フルパワーでやってみて、ちょっと、あ、痛いいや、やばいね、そう、凝ってるんですね、そうそう、すごいね、はい、やっぱ普通に大吾さんにマッサージしてもらったみたいな感じに、はい、マジでそれぐらい気持ちよかったです、はい、いやちょっとすごかった、さすがやっぱやるもんだね、そうですね、あと俺もやろう、ケアとかストレッチとか運動とかダンスやろう、俺も、お、ダンスもということでじゃあ
これね、ちょっとユーザーさんがですね、はい、考えてくれた企画をそのままやってみるという、うん、リードと一緒にやってみたーのコーナーです。さあ、ということでニコニコネームイチャさんからいただきました。ありがとうございます。斬新なゲームを考えました。それは靴下当てゲームです。おぜひお願いします。らしいですよ。靴下当てゲーム、もう特にルールはなくて、もう本当に当てに行けばいいってことです。そう、ガチのガチのやつです。ガチで、はいはい、なるほど。靴下当てゲーム、まあ、ほぼ恒例ですけど、はい、さあさあ、じゃあね、ちょっと、はい、2人の靴、はいはいはい、オッケー、オッケーです。お、俺も分かった。はい、イメージできました。できた。はい、行きました。できた。はい、じゃあちょっと俺から行くね。はい、あっくんは、はい、多分ね、ボーダー。おお、ボーダー。ボーダー、ボーダーの靴下。はい、これ今、いや、それまだね、後ほどですか、まだ、はい、しんちゃんは、はい、緑、うん、はい、緑の靴下、これでいきます。俺、了解です。じゃあ僕今日深夜の靴下見てないんですよ。はいはいはい。じゃあそうですね、真っ黒、もうほんと、うん、真っ黒のただの黒の靴下。おお、はいはい、はい、で大悟さんがですね、うん、多分こちょっとチャコールグレー の、うん、あの足首にちょっとこう一周、こうなんだろう、ボーダーじゃないけど、うん、はい、こう線がこう一周回ってるみたいな。おー、はい、口が超ピンポイントの予想来てねすげえ当てに来てるわ、はい、うわー。じゃあしんちゃんは予想。アキラはくるぶしよりちょっと長めの、うん、あのハイソックスと、あのくるぶしのあの間のやつで、グレーですね。おお、長さまで当ててきたね。はい、で大悟さんは、うん、結構普段から多分ブーツ履かれることが多いと思って、ああ、あの、はい、ハイソックスです、ね。おお、何色？チャコールグレーです。おチャコールグレーっていいよね。なんかチャコールグレーのイメージがあるんですよね。なるほど、はい、チャコールついちゃうのね。チャコールついちゃうんですよ。さあ、はい、じゃあ答え合わせいきましょうか。はい、じゃあ誰からいく。じゃあ僕からいきましょう。おー、じゃああっくんの靴下。はい、さあ大丈夫、靴下 NG ないね。全然大丈夫ですね。大丈夫ね、はい、大丈夫。じゃあいきますよ。はい、おあなんていうのこれ、大理石。なんとも言えんやつ。グレーも合ってるっちゃ、グレーというのかなこれ。ちょっとなんだろう、俺もバーブル、マーブルじゃないこれは結構難易度高いわ。誰が大理石や大理石ってコメントが、大理石柄のね、はい、大理石柄、そうなんですよ、ほぼ大理石です。大理石、はい、さあということで、よく見つけたねじゃあ大理石、じゃあ次はしんちゃん、はい、いきます。さあオープン。じゃあ、おお、うわー、そっち系か、くるぶしの黒か、はい、うわー、基本くるぶしですね。なるほど、はい、あ、でも黒、あ、黒は出たでしょ、真っ黒、真っ黒、はい、合ってるね、真っ黒当たってます。さすがだね、いやメンバー同士そうですね、深夜といえばなんとなく黒のイメージがあるんで、おー、黒ばっかだよね。さあ、ということで、じゃあ俺行きますよ、はい、知りたい。うわ、これはほら、もう入りますよ。うん、いけ。あ、黒か、黒、黒と迷ったんですよね、うん、黒か、もうベーシックなやつですね。すっげー普通の超普通のやつだった。黒か、チャコールじゃなかった、ね、うわ、申し訳ない。チャコール欲しかったね。チャコール欲しかった。まあでもチャコールブラックだから。チャコールブラックってあるんすね。ねえ、面白かったっすね、はい。結構盛り上がるでしょ。ね、そうですね、これ、ね、ということでね、本当に面白かった。あともう一個ね、はい、ちょっと急ぎでやっちゃいましょう。ニコニコネームサンさんからいただきましたね。ありがとうございます。くすぐりゲームをやってほしい。
目をつぶっていつ来るかわからないドキドキするやつ、声を出しちゃったら負け。これだから、はい、目つぶって、はい、くすぐられるんですよ、はい、それでこう声出したら負けって、はいはい、OK。 何ゲームなんですか、はい、くすぐりって。じゃあ、はい、今日はもうじゃあ俺対リード、はいはい、でいきましょう。もう大丈夫ですか、もうこっち手4本あることになります。大丈夫。お、俺も一回やってるから。やってる、経験者なんで。なるほど。じゃあね、はい、まず俺から行くんで、じゃあ目つむって、はい、手上げてください。手を、あ、手上げるやつですか。あ、これは、さあ行きますよ。じゃあ目つむってね、行きますよ。目つむってくださいよ、はい、さあ。耐えました、はい、あの深夜をやってる間の時間に何かもうどんどんこの神経がこう研ぎ澄まされてきちゃってねえ。じゃあもういい、今日は俺の勝ちで、はい、ねえ、はい、はい、ということで以上リードと一緒にやってみたいでした。お知らせをお願いします。はい、僕たちのニューアルバム雑誌ケースが、発売中です、はい、僕たち4年間の思いと、僕たちのこの音楽というものをこう提示した僕たちの思いが詰まった1枚になっているので、ぜひ手に取ってない方はチェックしてもらえると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。そしてその雑誌ケースに、収録されているリード曲のズームアップが日本テレビ系、得意と、あ、そっちか、あのエンディングテーマで、はい、すいません、日本テレビ系得意と後藤のかぐわしの指原が今夜比べてみました。すいません、ちょっとあの番組タイトルが長くて、コンクラで、コンクラで覚えちゃって、コンクラで覚えちゃって、はい、あの7月のエンディングテーマで、はい、流れるのでぜひチェックしてください。お願いします。はい、お願いします。でね、まあその雑誌ケース、はい、アルバムの雑誌ケースを引っ提げたツアーが8月9日福岡を皮切りに。スタートします、はい、まあ、この雑誌ケースっていうアルバム自体がこのライブを見据えて、はい、まあ、作っていったので、ぜひこのアルバムで、アルバムを聴いて予習してからこのライブに遊びに来てもらえると嬉しいです。だからこのアルバムを聴けばもう必ず楽しめるライブになるので、うん、ぜひ友達、家族、恋人と遊びに来てもらえたらなと思います。そうですよね。だってザ・ショーケースっていうツアータイトルで、はい、ザ・ショーケースってアルバムが出てるわけだから、はいはい、聞いてきてほしいよね。そうですね、はいはいはい、まさか聞いてこないっていうことは、はい、来ないってことなんですね。今自分たちが表現したいものが全部詰まってます。ねえ、なんで聞いてこないわけにはいかないんです。そうですよね。で聞いてきた方がライブ絶対楽しいじゃん。そうですね、絶対ね、違いない。ザ・ショーケース聞いてライブにね、はい、足を運んでいただきたいと思います。お願いします、ね、え、そして2016年7月31日でデビュー14周年、はい、はい、ということでね、そうなんです、すごいですね、はい、来年15周年ということで、はい、ますますリードの皆さんに突っ走っていただきたいなと思います、はい、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました、詳しくはオフィシャルサイトをチェックしてください。はい、そして僕からお知らせです、僕のニューシングル KSK が発売中です。そして僕の、やってるバンドブレイカーズ9周年のスペシャルライブブレイカーズ9が、東京の豊洲ピットで7月23日土曜日、夕方5時から開演です、この日にですね、まあ、10周年に向けたね、本当に、僕たちの思いが詰まったライブになると思います。いろいろまた展開があると思うので、ぜひ皆さん来ていただけたらなと思います。
詳しくは、オフィシャルサイトなどをチェックお願いします。ブログとかツイッター、まあ、ブログはちょっと更新が遅いんで、まあ、インスタグラムとかね最近始めましたから、ぜひチェックしてもらいたいなと思います。ということで、第5 P 次回の放送は7月26日火曜日の夜11時からです。ぜひ皆さんご覧ください。プレミアム会員の方はこの後の第5プレミアムもお楽しみください。ということで今日はリードのお二人ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひね、ぜひいろいろよろしくお願いします。お願いします。ライブもちょっと行かせてください。ぜひ行かせてください。ね、やりたいからもう今日。あ、そうですね、もう覚えたんで、キレキレキレ。はい、ということでね、はい、また遊びしてください。どうもありがとうございました。ということで以上、第5Pでした。バイバイ。ありがとうございました。